イングランドは、クレーターロンドンのハールオークにある病院の病床、2020年、撮影。長期ケアに対応した医療用ベッド、2011年撮影。ヒルロム社製、スペイン風邪理官社の病床、1918年。ホテルでザンバリットの病室を視察するナポレオン・ボナパルトの一行を描いた歴史が、 病床に伏していた患者も体を起こして、英雄を迎えている。フランス人画家アレクサンドル・ベロンベルクールの手になる1809年の、油彩画。16世紀の写本の差し絵。フランスは、パリの庶民救済施設内の様子を描いている。月岡義都平野清盛園焼病の図立て大番三枚、続揃いあずまに敷絵。1883年届での無茶絵。 自称五年、原因不明の熱病に伏せった、平の清盛は三日三番にわたってうなされ、もだえ苦しんだ末に死んだという。重ねてきた悪行のために成仏できそうにない己の天末を思って、清盛の心は責めさいなまれた。閻魔大王が司、つかさいのち、白くと閻魔卒を引き連れて、清盛の病軸に権限し、すべての善行と悪行を記録してきた。 不祥神の報告を受けている。つかさ命は真理の章、白くは板頭葉をすでに手にしている。病床とは、第一義には病気にかかった者の,のための床。病の床。病人のしとげ、ね。病軸、病軸とも言う。英語で言うところのしっこべどに相当する。第二義には病院や診療者などに設けられた入院者用ベッドを指す。 英語で言うところのホスピタルベッドに相当。ベビーベッドやその他の軽くて持ち運べる折りたたみ式の簡易ベッド、コットの場合、主にアメリカ英語の表現として、ホスピタルコットもある。日本における医療供給体制は病床数によって決められているため、都道府県が医療計画を策定する上で、病床数は重要な意味を持ち合わせてくる。医療計画によって策定される。 医療圏ごとにその地域の病床数を策定し、これを基準病床数という。そして、この基準病床数によってその地域にどれだけの医療従事者が必要であるか等が決められてくる。これによって、病床過剰地域には新規の病院の開設や増床を制限したりすることができている。なお、診療所の病床は療養病床を除き、 医療計画に含まれないので規制の対象とならない。戦後日本の病床群の区分は、医療法が施行された1948年当初には、精神病床、伝染病床、結核病床、その他の病床の4つであった。その後、高齢化の進展と疾病構造の変化により、その他の病床を改め、その他の病床等の内訳として、 特例許可老人病棟が1983年に導入され、特例許可老人病棟及びその他の病床という構成に変わった。しかしながら、高齢化の進展と疾病構造の変化に対応するためには、老人のみならず、広く長期療養を必要とする患者の医療に適した施設を作る必要が生じる。 この課題に対応すべく療養型病床群制度が1992年に創設されるとその他の病床等の内訳は長期にわたって療養を必要とする患者のための療養型病床群及び特例許可老人病等とそれ以外のその他の病床という構成に変わった。また、伝染病床は感染症病床に解消された。その後、少子高齢化に伴う 疾病構造の変化により、長期にわたって療養を必要とする患者が増加していく中、療養型病床群等の諸制度が創設されたものの、依然として様々な病態の患者が混在している状況が続いた。そこで改めて大きな見直しが行われ、患者の病態にふさわしい医療を提供すべく、療養病床と一般病床の創設が図られ、 2001年3月施行の第4次改正をもって、その他の病床等を分割する形で、療養病床及び一般病床が創設され、新設された2種類のいずれかへの移行が未だ、整わない病床を意味する、経過的急その他の病床と共に扱われることになった。そして、経過措置期間が満了した2003年に、経過的急その他の病床が廃止されたことで、 病床区分は、第1号、精神病床、第2号、感染症病床、第3号、結核病床、第4号、療養病床、第5号、一般病床の5つになった。第1次医療法施行時の病床区分、編集2020年代の病床区分、編集精神疾患を有する者を入院させるための、病床。感染症の予防及び感染症の患者に対する、 医療に関する法律第6条、第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する指定感染症の患者並びに、同法第6条第9項に規定する新感染症の所見があるものを入院させるための病床。結核患者を入院させるための病床。 1> 第1号、第2号、第3号以外の病床であって、主として長期にわたる療養を必要とする患者を入院させるための病床。症状は安定しているものの長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために病院内に設けられた長期入院用の病床。医療保険が適用される医療型病床と、 介護保険が適用される介護型病床とがある。第1号から第4号までのいずれにも該当しない病床。主に急性疾患の患者を対象とする病床。なお、診療所の病床については、療養病床であるか否かの区分しかない。病床数の推移、編集療養病床及び一般病床の病床数は、1955年には20万床前後で、あったが、 1965年は40万勝余り、1975年は70万勝、前後、1985年は110万勝弱と急増し、1993年に127万3859勝を記録してピークに達した。その後は緩やかな減少に転じ、2019年の時点で119万6291勝となっている。 1902年、日本新聞社の日刊新聞、日本史上にて5月5日から9月17日まで、連載。未抵抗結核により死の床にあった筆者が、自身の病状や画論、辞表などについての書簡を、死の2日前まで5ヶ月間にわたって綴った、清潔な日記的随筆。その文章は、極度の肉体的苦痛に苛まれたにもかかわらず、心の余裕を得て、 宅間の境地にあったことを示す。絵画は右側にも表示しているが、タイトルが存在するものに限って、こちらにも文字情報を追加で記載した。こちらでは制作時期の早いものから順に記載している。無論、ここに挙げたもの以外にも該当する絵画はある。フランス人画家の手になる1809年の油彩画、歴史画。ベルサイユ宮殿像。 フランス人画家の手になる1865年の油彩画。印象派、オルセイ美術館像。バジールは印象派の仲間が集うシャイアンビエールを写生のために訪ねた。すると、事故にあって足に怪我を負ってしまった友人クロード・モネが宿屋のベッドで療養する羽目になっていた。スケーン派のデンマーク人画家の手になる1879年の 油彩画。ヒアシュプロング美術館像。タテオバン三枚属揃いあずま二式八1883年届けでの無者絵。スペイン人画家の手になる1892年の油彩画。プラド美術館像。病院のベッドに伏せる娘を母が見舞う。娘はもう長くないかもしれない。ピカソの科学と慈愛とタイで語られることが多い。 著作権有効につき画像を表示不可。1896年、バルセロナの美術展で展示された発生体配慮が絶賛される。このことを受けて父親であるホセは専用のアトリエを借りた。そのアトリエで1897年、わずか15歳にして少年は油彩画の大作を生み出した。さすがに当時の世相を反映した社会的主題を選んだのは父で、 古典的様式を指導してもいるが、形にしたのはすべて、パブロ自身の技量による。初期の代表作の一つであり、マドリードで開催された全国展では佳作を受賞、マラガの地方展では金賞に輝いている。現在はバルセロナのピカソ美術館の常設コレクションの一部である。この絵だけが原因ではないが、いよいよ発揮され始めた息子の規格外の天才ぶりに、 父親の方はすっかり自信をなくし、画家を辞めてしまっている。ベッドには既得に陥った老婆が寝ており、そばにいる医師は、懐中時計で時間を計りながら、患者の脈を見ている。画面奥では、聖母のごとくに幼子を抱いた修道所が、象徴として、末期の水を患者に差し出しながら、召されてゆく命を静かに見守っている。医師は、科学を、幼子を抱く。 修道所は慈愛を表しており、医師はもはや手の施しようがなく、脈を見ることしかできないが、幼ごと修道所は人生を終えようとする人に安らぎを与えている。目覚ましく発展してきた科学は本当に素晴らしく、信仰は宗教は多くの点で否定的に捉えられる時代が到来して久しいが、すべて科学で救われるなどということがあろうか。 両立させてこそ人を救えるものではないのか。その描き方は科学の恩恵を信じつつも限界を直感しているように見える。ありがとうございます。